はい、で続いて今日は2本目ですけどね、2本目はちょっと軽めの作品行こうかなと思ってるんですが、もうどっちにしようか迷ってるんですけどね、こっち行きましょう。ちょっとインテリっぽいとこ見せたいですからね、やっぱりね、監督さんがイングマール・ベルイマンでまた出ましたね、仮面ペルソナですね、はい、まあ、ペルソナっていうだけで読むのかな、今流行ってるペルソナ5とは違いますからね、これペルソナーとかって言ってこういきなりこう必殺技使ったりみたいなことはないですから、でまあ、イングマール・ベルイマン代表作の一本であるということなんですが、これがですねなかなか、昔ちょっと見たんですね、で昔見た時にさっぱりわからなかったんです、面白いと思わなかったんです、ちょっともね、なんだかよくわからねえと、僕の見る前のベルイマン像だとベルイマンといえば仮面ペルソナ、第7の封印、少女の泉である、まあ、その後半2本は最近見たけどね、でシネフィルイマジカで当時見てはぁと思った。でお話なんですけど、女優さんがいましてね、でこの人が失語症というんですかね、言葉が急にこう喋れなくなる、舞台の上で言葉がこう発せれなくなると、でこう発声できなくなって、でその看護婦さんがなかなか治療やってもなかなか効果が上がらないからと、病院でじゃあこれしょうがないからっつんで、付きっきりでね、その院長さんの別荘があるから、そこであなた付きっきりでこの女優の、エリザベートの、この看病をしろと、でアルマという看護婦さんが看病をするんですが、看病していくうちにですね、この2人の精神が融合していくっていうお話なんですよね。またこう恥みたいなですね、また人格崩壊みたいなものが作品のテーマになると思うんですけども、まあ狼の時刻もそうでしたね、必ずこう崩壊が起こりますから、人格が変わるのね、ベルイマンの映画って。全部とは言わないけども全部見てないから、でそうするとですね、これがなかなかちょっと変わった映画でして、全部で82分で短いんですけど、このアルマという女優が、これがリビアンデーションという女優さんがやってるんだけども、でエリザベートという女優に、これリブウルマンですね、この後ベルイマンの愛人というか恋人関係になっていきますけどね、恥とか狼の地獄だとか、この後期ベルイマンというのかな、その作品を支えた女優さんということでいいと思うんだけども、でそうすると82分中ね、エリザベートがセリフ発するのって2つしかないんですよ。やめてっていうのと、ここで寝ていると風邪をひくわよって、この2つしかないで、あとはずっとアルマが一方的にそのエリザベートに自分の過去とか自分の感情ってものを伝えていくんですよ。そうすると一番最初その別荘に来た時に、ずっとあなたといると話しやすいわなんて言ってさ、アルマがその自分の過去をどんどん喋っていく。そうすると海沿いで昔その乱交したことがあると、その見知らぬ男性と自分の友達と3人でそのセックスをしたことがあってという話をしたりするんだね。でそこでコンドームもつけずにセックスして、自分は実はその子供を下ろした経験があるんだってことを言うんですよ。そうするとそんな話するともうアルマとしてはもうどんどんそのエリザベートの浸水しきっていくんだね。そうするとさ、ある日さ、朝さ、エリザベートが手紙出すからって言って、言わないんだけど手紙だけ書いてアルマに渡すと、じゃあ私出してくるわって言って行くとさ、封をしてないの手紙に。そうすると読むんだよアルマが、車の中でその手紙を。そうするとエリザベートって私に相当浸水しきってるっていう、その旦那さんに報告する手紙が書いてあるわけで、どうやら私のことを相当気に入っているらしいっていうね。で私に昔の過去を喋ってくれたってい こうなんかね、あんまいいことを書いてなかったんだよ、こうアルマに対しての。そうするとさ、そっからアルマがエリザベートに対しての感情ってのは変わってくるわけね。このアルマの、エリザベートの本音を覗いてしまったから、具体的にどういう、もっと具体的になんかいろんなこと書いてあったんだよ、それはちょっと忘れたけどね。それからさ、2人の関係性が変わっていくわけですよね。当然一方は変わることによって当然変わりますから。そうするとそっからなんかこうエリザベートに対してなんか意地悪しだすんだよな、アルマが。で俺見ててあーったと思ったんだけど、コップが割れるんですよ、なんか外でこうテラスみたいなとこで、で掃除して吐きゃいいのに
エリザベートが踏めばいいと思ってね、アルマがわざそのガラスね、その場に置いとくシーンがあるんだ、嫌なことすんなと思うの、そこ見てて。で、案の定踏むんだけどね、それ本当に。そうするとアルマがまたなんかこう、あなた私のこと本当はバカにしてるでしょって言うんだよ。私はこんなにあなたに全てを語ったのに。で、行ってさ、そして途中でこう特命の喧嘩になると、アルマがそのエリザベートにさ、煮立ったお湯をぶっかけようとするんだよ。そうするとそこでエリザベートやめてって、初めてそこでセリフを言うんだよね。あ、その前にもちょっとここで寝てると風邪をひくわよっていうところあるんだけど、でそこでここで寝てると風邪ひくわよっていう時も、アルマがさ、あなた私今何か言ったって言うと、エリザベートが首を横に振るんで、言ってないって嘘つくのね。でその後その晩になって、手紙がこう開封される前ね、アルマが寝ているとエリザベートが自分の部屋からやってきて、これポスターのシーンなんだけども、あのアルマのこうアルマを抱きしめて、そっとそのアルマとこう鏡を見てるんだろうね、きっと。アルマの後ろにそっとこう首を回すっていうシーンがあるんですよ。でそうするとさ、昨日の夜私の部屋に来たって言うと、またエリザベート嘘をつくんだよ、言ってないって言うんだよね。わかんない、それってもしかしたら現実のシーンではないのかもしれないけれども、でもね、その2人がたったこう首をかわすっていうだけで、精神の交換とか、もしかしたらもっと言えばセックスしたんじゃねえかっていう感じもちょっとこう匂わすんだよね。この絵うまいなと思うんだけど、でこの映画って途中で1人の方しか一方的にもうずっとセリフがないっていう中で82分ほぼほぼ展開していくんですよね。あとセリフあるのが、エリザベートの旦那さんっていうのと院長ぐらいしかないんだけども、途中でさ、一番変わった映画だなと思ったシーンが、あの同じシーンを繰り返す、構図を変えて同じシーン繰り返すんだけど、と精神が融合していくらしい、どうやら。でそこでアルマがエリザベートの気持ちっていうのを、そのエリザベートに対して言うっていうシーンがあるのよ。でそうすると、実は言うと、そのエリザベートが抱えているそのトラウマみたいなものっていうのは、自分の息子が本当は邪魔であるっていうことだろうっていうんだね。メルイマンって暗いね、こういうところ本当にね、なんだかもう本当にしょうがないんだ、でも人間の本質ってものは暗いというふうに思うんだろうな。まあそういう作品もあるということなんだけど、メルイマンの中では。そうするとアルマがエリザベートの気持ちを、そのエリザベートに代わってエリザベート自身に言うんだよね。で、あなたは本当は自分の息子が邪魔なんだ、私はって言い方したの、確かアルマが。で、なぜ私はあなたの気持ちが分かるのって言うんだよね、アルマはそこで。で、そのシーンが終わった後、それはずっとその最初のシーンではエリザベートの顔を映してたんです、自分の気持ちが言われるというところ。で、そこで次のシーンになると、今度言ってるアルマの表情だけをワンカットで据えて、ずっとそのエリザベートの気持ちをエリザベートに対して向かって言うっていうシーンがあるの。同じセリフで同じ間だったと思う、きっと。あれ多分女優さん考えたんでしょうね、多分同時に撮ってるってことはなさそうなんでね。でさ、同じシーン繰り返す、まあ、そういう映画はあったはず、あったと思う、きっと。今日見た資料の腹渡だって、資料の腹渡2だって、そのほぼ2はリメイクっていうところもありますから、同じシーンを使ったというところはあるんだけども、さすがに終わった直後にさらに同じシーンっていうのはね、なんか最近あんま見てないパターンだったと思うので、変わった映画だなと思って見てさ、で最終的に言うのが、なぜ私はあなたの気持ちが分かるのって、とこういう風に言うわけよ。よく意味分かんないのよ、この映画って。まあ多分賞とかもいろいろ取ってるでしょうけどね。いや、まあで面白くないと思ったの、正直言えば。いや、これはちょっとさすがに難解すぎるだろうと。で意味分かんねえって、最初のシーンでも多分あれ命の誕生みたいなこと言ってんでしょうね。すごいそのコラージュというかモンタージュみたいなシーンが続くんだよ。なんか牛の内臓がこう出てきて、でそうすると男の子がなんか部屋で一人でベッドでなんか本を読んでいるっていうシーンがあってさ、多分それってこの二人の名に共通しているっていうのは、その自分の子供っていうものがその自分にとってあんまりその良くないというか、一人はこう排除してしまって、一人は排除したいという気持ちがあるという点で、なぜかそ何かこう、こう母親みたいなものになれないということなのかというふうに思うんだけどもね、その2人が共通点として抱えているものっていうのはさ。いやー、なんか
や、よくうまく言えないんですけどね、で最後のシーンではその一番最初の男の子のシーンに戻って、そのモンタージュのシーンに戻って、イメージのシーンみたいなところに戻って、男の子の隣にスクリーンがあって、でそのスクリーンの向こう側にはどうやら多分エリザベートかアルマと思われる女性の大きな顔のシルエットが映っていて、その男の子がそっとそこに手を差し伸べるっていうシーンで終わっていくんだよね。だから母親を求める、でも拒絶されてしまうみたいなとこなのかな、言いたいのってのは。いや、つまりこう人間の阻害というかさ、まあ、阻害ってかっこいいけど、こう孤独というものに向き合った作品っていう、まあいかにもですけどね、こんな当たり前の評価しか出せないけどね今。でも精神の融合ってのは、でもなんか分かんないくもないね。あの今この人こんなこと考えてんじゃねえかってパッとこう思いつく瞬間ってのはあったはずよ。でもそれって誤解かもしれなくて、合ってることもあったし誤解だったこともあるし、まあね、その俺とか私は相手の気持ちが分かるなんていうやつが一番嫌いなんだけど、俺人間として本当にね。でそんなことを勝手に言うなよって思うんだけど、だからそんなこと言いたい僕にはこの映画ってやっぱ向いてるでしょうね。ベルイマンの考えっていうのは、考えとかセンスっていうものはさ、やっぱめんどくさいの好きなんだよ、こうやってやっぱ、精神が融合するとか。でそれって映像として見れるってのは、まあ映画の面白さだろうというふうに思うんだけども、でもね同時に思ったね、やっぱりこういうへんてこな映画と、まあ、66年ですか作られたのが、でこの 2,3 年後には2001年宇宙の旅、いつも言うけどこういう個性的な作品と勝負していかなきゃいけない、この映画の作り手の辛さっていうものをねすごい感じて、でまあなんか近代人現代人が信用しないというふうに言うっていうのは、そこにもちょっと通じるところあるんですけど、僕やっぱこういう映画うーちゃんとかから教わって、大ちゃんとかから教わって見てきてるから、やっぱりさ、王様のブランチでリリコが騒ぐような映画ってつまらねえと思うわけ。いや、こういうものが昔あったじゃねえかっていうふうに言ってしまえばさ、と思うんだけどね、そんなにいろんなものってそう簡単に騒ぐ、本当の評価ってなかなかすぐ出ないんじゃないかと。それは君の名はとかシンゴジラが流行ってるっていう現状に今こうケチつけてるんですけど、まあまあそういうことです。まあとにかくもうよくわかんないです、もう自分で言ってもよくわかりません。いろんな解釈が成り立つ映画でしょうきっとこれは。でだからちょっと気になった方ね、すごく強くはお勧めできませんが、なんか不思議な空気に包まれる、いやなんか退屈だなと思いつつつい見てしまうという、そういう感覚になる映画ですから、ちょっとこれ気になった方、ぜひぜひチェックしてみてください。本当にこの2人の女優のこう名演技も見れますから、はい。というわけで今日の2本目は、監督さんがイングマール・ベルイマンで、主演がビビアン・デーションとリブ・ウルマンで、仮面ペルソナでした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。